ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエ哲也とスーパーソムリエの小野塚と大輔です。よろしくお願いいたします。ワインの定義便エクセレンス便のコーナ ー, ーイエーイ、待ってました。みんなが待ってるやつそうだね、はい。エクセレンス便はですね、1万円で 1,2 本選ばせていただくという感じでございます。定義便と一緒で、今回はアドレさんとやらせていただきます。今回のエクセレンス瓶はロゼと赤なんですけども、はい、赤がメインです、はい、そして両方とも生産者はセロル、セロル、おお、全部上がります上がった、上がりました、上がる、あ、僕はそれを求めてた、よかったよかった。あのね、通常瓶もセロルが1本入って、はい、エクセレンス瓶セロルが2本というですね、またね、まあなかなか攻めた構成 で、さらになんですけども、こちらですね、昔の定期便1回出したことあるカボシャールです。でちょっとやっぱり金額のことも考えて、やっぱりこれを1本入れなきゃいけないなっていうふうに思ったっていうのプラス、ちょっとあの今回せっかくセロルだし、ちょっとセロルのなんか赤とロゼと両方ともなんか飲み比べてみるっていうのもありかなというふうに、あえてちょっと昔のやつを入れさせていただいております。どっちを頼んでもセロルが味わえると何でもいいですね。そうです、非常に楽しい。今回どっちを選んでもいい。今回はね、マジセロルはね、ぜひ楽しんでください。カボシャール画面 100%、こちらですね、ダイレクトプレスじゃなくてセニエです。セニエなんですね。セニエでこの薄さです。かなり薄いですよ。めちゃくちゃ香り、やっぱミネラル感すごいですね。キンキンとミネラリー、やっぱ2021だから、そしてやっぱドライな感じの味わいでございます。アセロラみたいな、うん、アセロラ系ですね。なんか香りがすごい。こいつも上手に言うね。いいですね。ちゃんと言うね。アセロラだよって思っちゃう。アセロラだね。めちゃくちゃアセロラです。ちょっと温度低すぎたかな。ちょっと今キンキン。また上がってきたら、ね、そうですね。めちゃくちゃ香り感じのベリー。よりさらに開いてきそうで。ちょっと今すごくちょっと樽のイメージもちょっと前に来てるようなイメージなんで、うん、ちょっとこれはね、また後でまたじっくりと飲みたいと思います。美味しいな。美味しい。うん、新内の方に行きましょう。ドメイドテルシェコスト2020年でございますね。こちらなんですけども、僕たちが本当に大好きで、なんとか入れたい入れたいと思って入れさせていただいたやつでございます、はい、ガメイサンロマン樹齢30年ペルドリジエールの小区画より SO2 を使用せずアンフォラで発酵、15日間の低温マセラシオンで6ヶ月かけて発酵、死から消えちゃってんですよ、うん。ドメーヌセル、コートロアネーズは厳密にはロワールの地方の一部ですが、実際にボジョレーに近く、モルゴンから西に50キロ離れたモンドマドレーヌにあります、ロワール川の源流であるマッシブサントラルに近い場所にありますね。これね、実はね、通常便も読むので3台分目で、で他のとこ読みたいんですよ。このドメーヌでは地元で栽培されるガメイサンロマン、ガメイノワール・ア・ジュ・ブランの一種に、ガメイノワール・ア・ジュ・ブラン、ノワールとブランが一緒に入ってるってどういうこと？ガメイノワール・ア・ジュ・ブランの一種に力を入れており、標高が高く様々な日照条件を、日射条件、日照条件違うんだけど、これ日射条件って書いてあるね、を、持ついくつかの区画に1ヘクタールあたり9000本のブドウを密植しています。これ9000本か、なかなか多いほどね、なかなか多いですね。でもなんか1万とか行くとこもあるからね、うん、2000ぐらいもあります、ね、そうそう。ガメイサンロマンは一般的には栽培されているガメイノワールに比べて房や、果実が小さくミルランダージが起こりやすい傾向があります。あ、そういうことなんだ。これはしばしば、ね、果実のより凝縮した表現につながります。ミルランダージ結実不良とかって言われるやつなんだけど、実がね、そもそもつかなくなる。なるほど。なんで、プルーレックとかもミルランダージを結構ね、狙ったりとかしてます。で、さらになんだけど、密植するじゃん。密植すると、どん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 下に根を張るっていうのもありはするんだけど、そもそもできる房の数が少なくなる。なるほど。っていうのもあって、やっぱりいいブドウができますよというふうに言われています。一個一個に集中するってやつですね。そう。でも いいこともあるんだけど、悪いことは何かっていうと、風通しが悪くなって病気になりやすいんですよ、うん、ああ、なるほど。しっかり手を入れないとそうです。こうすごい大変なの。生産者の力が問われるやつですね。なるほど。っていう感じでございます、うん、非常にね、あの
リスクも起こりやすいんだけど非常にいいものができるのがこの、ね、栽培方法なんですよね。はい、ということで、おちょステファンは父のセラーを拡張して、近代化し区画をセメントタンクで別々に醸造できるようにしました。各区画をセメントタンクで別々。なるほどね、なるほどなるほど。それによりそれぞれの区画の条件に適応し個々のキュベの中にその特徴を完璧に表現させています。へえ、これはなかなか大変ですけどすごい頑張りましたですね。なんかフランスのガイドブックでも2つ星を獲得した実力派ですと、うん、近年フランス国内人気が非常に高まっています。三つ星レストランでもトロワグロとも親交が深く畑を共同収蔵の間柄です。ロアネーズを代表する生産者。へえ、やべえ、まあ、業種感全然違うわさっきと。ちょっとでも香の香りじゃないですかブドウの。確かになんか苦い香りがする、うん、うん、あっうまい、別格です。これは力入れてる感じしますね。別格にうまい。あの定期便の3本目と、まあ、実際僕たちは一緒のタイミングで飲んでるんですけども、うん、ごめんこっちが圧倒的にうまい。そりゃそうだわって思うけど、あうまっ、粒一個一個取って醸造したみたいなイメージです、ね、で丁寧に作ってる感じがするね。全然臭くないしな、うめえ、すごいな。これアンフォラすごい、しかも SO2 なし無添加、相当綺麗に作るんでしょうね。先生これ何ですか印象。正直に言っていいですか。うん、ガメイってバシッて答える人多そうだな。これはね結構僕さっきよりガメイらしいなと思います。本当、うん、ガメイらしい、はい、僕ねさっきの方がガメイらしいと思うんだよね、うん、これね僕ねカニニャンか、うん、あとあれ、あちょっとローヌ系の、ローヌ系のなんかちょっとグルナッシュもなんか少しあるかも、うん、いやでグルナッシュよりもどちらかというとカリニャンかな。カリニャンとかあとあれスペインのメンシア、メンシア、うん、そのあたりと間違える。ああメンシア、確かに、まあ、確かにそっちはありますね、うん、あとは、うん、オーストリアだったらブラウフェンキッシュとか、ね、ブラウフェンキッシュでもここまで果実味乗らないからね、うん、ピノには行きにくいというかスパイシーさがあるかな、うん、スパイシーさ、あとやっぱりこうキャンディー感があるよね、うん、ちょっとだけガメイらしいチャーミングさっていうのがやっぱりこう、うん、こんにちはって言ってるから、うん、あの本当により品種の個性を出してるというか、うん、この自然派の作りで品種の個性出せるっていうのはやっぱ素晴らしい作りだなって思います、うん、もう語ってくれるね。いやありがとうございます。やっぱり溢れてる愛が、ね、もう大好きなんですよはい、ということでどんなところで作ったか一応また見てみますが、はい、もうねこれで僕たちはねもう見たんですよ。ちょっとじゃあロワールをずっと見てここまで行きましょうか。あそうです、ね、1000キロでしたっけ逆に下っていった方が早いか。ああロワール川がこれですね。でロワール川がずっと行くとですね本当にやばいんですよ。どこまで行くねんってぐらいになるんだけど、確かこれもロワールでしょこれ、うん、でもずっと続くんですよこれって。かなり長い、まあフランスで一番長い川がロワール川なんで、うん、でこのロワール川のすぐ横にここにねローヌ川があるんですよ。あコンドリューすぐ横にある、すっごいすぐ横なんでこれずっと行くとですねこのロワンで間違ってこれがセロルです。でこれがずっとまだまだ行きます。でこう行きます、こう行きます、こう行きます、合流してでこう行くとそうするとほらおサンセールがある。サンセールがやっとサンセールか。でミューっと行ってこっちではいおオルレアンですね、ジャンヌ・ダルクで有名なとこですね。オルレアンでここからずーっと行ってシェールでそうで、あのはいトゥールトゥールトゥールでかいよね街の、ね、あバッチリ大きいブーブレからの次ソミュールなどソミュールシノンとか来てブルブイユアンジがあってこうずーっと来てモン
噛み締めなんとかって、そしてはいこちらですね、なんとかこの辺りね、ミスカでセーブル名伝ですね。そりゃ作るもん全然違いますよ長すぎるんですよねまあこんだけこう長いと、これダーッとこう来た川でございますという感じでございます。で、まあ、せっかくなんでね、またこっちまた見ますけど、だから ここが山だからこっちが平面って言うんですけど、こういう風に東から当たる、東がこう当たるような感じの、ね、畑になってるんですね、こういうところはね。日が昇り、はい、よいしょ、ちょっとこっち側が見れないか、はあ、これね見れないとこが多そうなんですよね。結構通ってそうなんですよね。ちょっとこっち側からちょっと見てみましょう。おお、ほほほ、こういう風な場所、なんかあれですね、石灰系の畑なんですけど、ちょっと色が白い、ちょっと色は白いかな、この辺りとかね、うん、ちゅうかさ、なんかほんと田舎だねもうほんとなんか、ね、こうなんか地元のなんかばあちゃん家の近くにあるみかん畑が思い出した、うん、ほんとうわーすごい、日当たりがいい感じ、でも確かにこうね、うわすごいね、いい場所です、いい、美味しいワインができたはずだな、いや美味しいわこの前、あーこれチーズになるんだろうな、また違うの考えましょうセロで全部チーズになったらやばいもう考えを放棄してるってことになっちゃうからね、ちょっと頑張って選びたいと思います。ということでマリアージュ担当なんですけど、これはみんなで、ね、これはみんなでちょっとうまく頑張って選びたいと思います、よろしくお願いします。わあうまいなこれおかわりしたくなります、おかわりしたくなる後でね、あはいはい、始まりましたマリアージュのコーナーでございます。またまた裏側の副音声でやらせていただきます。今回ね、エクセレンス瓶に関しては2本でございますね。まずこのカボシャールドーゼと、セロのシェコスト、まあ両方ともセロルでございます。最高に美味しいワインなんですけども、じゃあまずはですね、ワインのポイント付けでございます。カボシャールから行かせていただきたいと思います。これねやっぱりね、時間が経ってくるとやっぱり果実味が、ね、まだ経ってきて素晴らしいので、ぜひじっくり時間が来て飲んでください。 3.4 でございます。もうね2021年っていう結構ドライなヴィンテージではありますけども、本当にじっくりと飲んでいただければ、このポテンシャルどんどん出てきますね、ゆっくり飲んでいただければと思います。で問題はですね、このですねシェコストなんですけども、この2人がですねちょっとね、まあ、いろいろと話した結果なんですけども、これはもうテイスティングの後に改めてこう点数付けたらいいんじゃないかということで、点数は番組後半で選ばせていただきます。で合わせるのはエビマヨネーズ巻き、ね、そして、こちらズカちゃんが今持っているのが、はい、ごま香る、塩ザーサイと蒸し鶏サラダで、三元豚のカツサンドでございます。まあね、いろいろとねみんなで合わせてみようっていう風な感じです。黒酢酢豚だったり、あとねずかちゃんなんか好きなんだよね、唐揚げ棒、これいきます。エビマヨ巻き1、これねなんでね意外とねこれ難しいんですよ、バカ正直にこういう風な、開け方までやっていくというとですね、ズカちゃんだったりこの一緒にいる大好きな、これの開け方があんまりうまくいかないと文句言ってたんですよ。いやすごい簡単だよって話でですね、裏側からと実践してやってるわけでございますけど、不器用な人これにそんな難しいんですかね、すごくね簡単にできると思うんで、これすごく上手だったりと思いますよ。はい、ということで、こちらまず実食じゃない、検証でございますけども、まあそもそもまあ悪くはなかったんですけども、まあ、この2人のこの表情見てるけど響かない。次いきます。よこれね僕が選びましたね、
で、まあ、ちょっとなんかロゼとかにも合うんじゃないかなというふうに思って選んでみたんですけども、これもですねまたまたこう響かないですね。この表情響いてないですね。熱いっすね。そしてジカちゃんが叩いた。ジカちゃん結構こういうホットスナック好きよね。好きですね。やっぱりやっぱりっていう意味が分かんないんですけど、なんでこいつホットスナックが好きなのかが全然よく分かんないんですけど、このねホットスナック毎回空振るんですよ。なんでかっていうとですね、肉がほとんどなくてほぼほぼまあ衣だというところもあって全然美味しくない。ほら裏側の顔ひどいですね。ダメなんだと言ってます。金粒、金の黒酢豚。今回は金牛のビーフシチュー買わなかったですからね。なんか2人とも違うねって言ったもんね、今回はね。なんかね、相性なかったんだよね。金の酢豚も実はですね、あんまりね、良くないんですよね。空振る可能性が実は結構ありまして、まあ、なぜかというとやっぱりちょっと豚が微妙だったりとかして豚が臭かったりとかする時あるんですよ。でもこの豚臭さにこのシェコスト、まあ、画面合うんじゃないかと思った。合ってないですねこれは。おお、なるほど。開封口は手前側にあります。へえ。いただけるとこういうふうにいきます。高級そうですねこれは。これね美味しいんですよ。結構本当にあのマイセンのカツサンドを何度か食べたことあるんですけど、それよと春っていうかこっちの方が僕は好きだったかなと思うぐらいに好きだったんですよね。で美味しいんですよ。で合うっちゃ合うっていうか無難っちゃ無難なんですけども、やっぱり出ました、はい、カマンベール。ピーチーズ。そしてですね、天狗のビーフジャーキー、これをね試してみるとですね、これがね意外にあったんですよ。でちょっとやっぱりこのね、やっぱり 6P チーズをやってなきゃいけないっていうことで、じゃんじゃんじゃん。はい、すいません、もう酔っ払ってますね。はい、でもう本当にもうこの撮影で長いんですよ。もうあまりにも合わなくて合わなくて、ちょっといろいろと模索した結果ですね、まあ、結局カマンベールに落ち着いてしまうというこの悲しい結末がございます。もうね大好きもよく食べちゃってるんですよね。でもほんのこんな色を食い散らして、これね実はねカットした部分もいろいろとございます。もう本当に長すぎて、はい、ということでまとめでございます。まとめ、天狗ビーフジャーキーと、北海道カマンベールチーズはやはり無難に合いますということですね。まあ、実際ですね、うん、合うんですよ。でこれはね、まあ、毎回毎回僕たちのねこうお約束になっているこのカマンベールチーズでございますけども、非常に良いです。ぜひ試してみてください。で最後の最後にですね、ワインのポイント付けでございます。シェコストの点数なんですけども 5.4 でございます。まあね、本当にこのワインガメイなんですけども、こんなにエレガントでジューシーで、また本当にここまで複雑味のあるガメイっていうのはそう出会えないはずなので、ぜひ試してみてください。まあ本当に普通のボジョレーのガメイとは全然違います。さすが変な場所作ってる段ありますねと思いますけども、はい、ということでこの2月はこれで終わりでございます。もう撮影時間これねだけで1時間ぐらいかかってしまった、すごい長い長場の撮影でございました。もう本当に酔っ払ってるのでこれでおしまいです。また次回お会いしましょう。さよなら。